暑い日には鋼鉄の冷たさがたまらない。一人なんすけど。速攻一人なんすけど。今回のチャンピオンです。次のリング内を勝てるわ。平和。アイトさんこんばんは。ヤホイお疲れい。お調子。報告。ファーストキル発生。ダメージ練習するか。練習のためにも。ライトロケ捨てたんだ。やめろ。一人で来い。勝てるわ。今一人打って。フラグを投げた。フラグを投げた。ギブしてあげる。トルミットを投げる。上かい。遊びにしろ、遊びにして。脱出する。遊びにしろ、遊びにして。なんか全力で追っかけてこないのありがたい。チャンピオンが撃破されました。シールドをリチャージ中。あ、見逃されてるのくさ。待って、シールドをリチャージする。
回復中、援護して。行きたいんです、私も早く死んでみんなでやりたいとかじゃない、行きたいんです、生き延びたい。だけどまたすぐちゃちゃ入れするってやばいやつよね。どっちじゃ弾なくなりそうだけど行くか。シフトが戻んないな。無理で。こうなることは分かってた。無理で。テンパるから。でもそれが今なんてね。私も分かってたよ。二人やん。橋の上から一人撃ってこなかった？で次のここ17キロしとるで。ちょっとびっくりしちゃった。 JK ゲーマー、 JK ゲーマーさん交換 Thank you ありがとう。 JK なんかな、うらやましいぜ。こちらアラサーでございます。難しい、世の中難しい。サブアカじゃない人に当たりたいな。今のは多分サブアカじゃないと思うけど、今の人たちも。訓練の成果を確かめる時が来た。今日は勝利の香りがする。香りを嗅ぐ真似をするのが好きなんだ。自分で違和感ある、ね、この勝利もらった。チャンピオンを紹介します。
失礼。レベルが可愛い、レベルが可愛い。なんでさ、若干何マークが違う。こんなもん。準備はいいんだろうな。さあ、やるぞ。あ、単独になっとるやん。ファーストキル発生。ファーストキル。みんな集中よ。リングの外にいる。グラップルを使うよ。グラップルを使用。なんで同じところ来るね。グラップルにして。敵が俺の近くに着陸した。復活したやん自分。あ、違う、パスか。復活したのか。ん、どっちだ。チップが復活したのか。敵が俺の近くに着陸したぜ。え、分からん。え、あれ、ジップ動いとる。報告、新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーの誕生だ。喋りはしとるけど。ドームが2つ。チャンピオン撃破。あっちに標的がいる。チャンピオンが倒されたぞ。リング閉鎖中。ラッキー、もうみんなリングの中だね。動いとるやん、自分もバスも。シールド展開。見えない。なんかロゴくない？リロード中。マゾ置きしてなかった。敵のシールドを壊した。リロード中だ。よー、やだ。参ったな、プラザー。ダウンしまった。リロード中。エネルギーが入ってる。見つかった。残っているのは僕と君だけだ。死なないで。標的をダウンさせた。ヘアパッケージ交換。置いてかないで。一緒に入る？一緒に入る？一緒に行こう。一緒に行こう。シールドリチャージ中。見えん。グラップルを使用。どの先やん。パスチン。リロードする。パスチン。パスチン。ダウンしたわ。パッチどこ行った？今あれ上に来なかった。あなた。パッチ、パッチ、私撃たないで。ケイケイケイ、やれよ、ゴーゴー。頑張れパッチ、お前ならいける。誰も来ないんだ。あ、どんまいどんまい。すーげー、一日やらないんだけど、もう動きカバカバやん。ギトさん、自分も未だに誤射する。いやもうね、普通に CS でも誤射します。うん、誤射しまくる。今日普通に誤射した。うん、難しい。2人かな。でもね、なんか
エイペックスっていうゲームは知ってるからさ、なんかこのガチの初心者なんだろうなっていう人がいると可愛いなって思うね。おろしてる。いいねって思う。いずれはこういう人たちにも殺されてくんやろな、強くなって。こういう名前ってあるのかな、ボックスなんかあったりするのかな。意志は生き延びるだ。敗走は許されない。頑張りましょう。注意を払えば学べるものもあるかもよ。のチャンピオンを紹介します。私がジャンプマスターだ。アジャイシェ様についてきな。ここに着地するのがいいと思う。分かった。ありがとう。準備して行くわよ。レベルが可愛いマジ。みんな10とかや。あそこで引き出しを発見した。可愛い。射撃を。敵が付近に着地した。やだ、みんな仲良し。なくなりました。ガストラップ設置完了。これはみんな材料を手に入れたよ。シャドウインが閉じられるアルフェルト促進剤を発見。サブアカ館の人たち多くない？あ、ガソージバイバイ。私はね、多分バンカーこれってさ、こうやん。ホーチミンやん、ただの。警告、リングの閉鎖が始ボットかなと思ったんで。今シーズンはマスターですか？マスターいけるかな？私まだあれです、まだプラチナです。マスター行きたいっすね。地味にオフ買いで、オフで上げてきます。 CS の方はもう文句言いながらやってます。このクソーっつって文句ペックです。このハゲー動けっつって、ちょっとストレスためないように文句言ってます。うん、オフでしか言えない。怖いものはあまりないけど、負けるのは勘弁。なめてかからない方がいいわね。私は大砲よ。
然を信じ、自分を信じろ。今回のチャンピオンを紹介します。あれ、今度はこれ絶対また人いないんやね。あれ、私じゃなかったの？あれ、私じゃなかったの？しまった。夫でもそばにいてくれた方が安心感がある。じゃあナシさんとやれるようにゴールドで止めてある。あ、危ないぜ。でもゴールド、あれ、プラチナ行ってもゴールドできるでしょ。プラチナとゴールド結局多分やっぱフルカゲットがめっちゃ早いですよ。急降下するわよ。みんなどこ降りたの？ちゃんと動いてる？動いてないね。もうまず完全揃ってっちゃ。さんがまだシルバー。あ、そういうことか。なるほどなるほど、納得。二人ともまだ降下中やん。人いなさすぎて悲しいわ。私も混ぜて、今行くから混ぜて。詰める度胸が私にはない。私に眼力を恵みたまえ。待て、リロードリロードリロード帰ろって話なんだけどね。リロード優先するっていう、やばすぎ。武器変えるボタンがやっぱ慣れんわ。カジュアルだったら考えやるんで、いつでも読んでください。あざますーもうみんな、はあ、難しいんですけど、マジで毎日やらんとダメやん。全然覚えきれないボタン配置が。つらみ。あ、でも多分今日はね、マジで早く終わると思う。軽くやって、武器 1,2 は自分でも無理でした。うん、マジでさ、慣れときたいなっていうのはあるけど、あれですね、本当に指を動かすって大変ですね。難しい。整えるべき呼吸も、落ち着かせるべき心もない。完璧ですね。リングは魔物だ。主神の恩恵が届くであろう。今回のチャンピオンを紹介します。
ます。やばいね、この時間。タマコリ処理やん、今気づいたけど。行くぞ、準備はいいな。もう地面が多いんだね。私の近くに敵が着地しました。残ってる敵が。それが最後の過ちとなることでしょう。私の近くに敵が着地しました。それが最後の過ちとなることでしょう。どうしたんだったら降りなくてもよかった。リロード中。ここに追加のアイテムです。なんかおるで。気をつけろ。敵が近くに着地した。止まらねえんだ。主神が眼力を与えたもん。どっち行くんだ。あ、ジュブ起きたやん。新しい気をつけろ。敵が近くに着地した。あと俺いっぱいおるやん。新しいキルリーダーに気をつけろ。すごいネメシス持てそうやん。セルはね、もらっておきたい。主神が眼力を与えたもん。え、あんま脱ぎ捨て。進化シールドを発見。レベル2だ。フラグを投げた。敵のシールド終わった。あなた強い人ですね。敵を一人始末しました。やめて。次のリング。私なんで回復していかなかった。逃げ切れるものか。普通に脳みそが足らんて。やめろやめろ。お前ならいける。お前ならいけるらしい。もうさ、キーマウスありえない。なんで降りてきたけど。だって仲間に引っ張られていたりするん。ケアパッケージ。どういうわけだろう。ケアパッケージ効果。助からない。放置なのか。ただ回線弱者なのか、まあ、わかんない。放置してシンプルに放置しただけでもレベル上がるからかな。サブアカとかそういう人たちがもしかしたら。とりあえずレベル50まで何もできんしっつって。この先に勝利が待ち受けている。僕はこのために作られた。インポートの操作にマジ持ってかれてさ、回復とかもすっごい忘れる。エーペックスっていうゲームの内容を忘れる。全ての意味で初心者に戻るわけだ。辛い。自然を信じ、自分を信じろ。はい。今回のチャンピオンを紹介します。ひオリンピ。向こうにリスポーンビーコンがある。お願いだから喋らんでね。怖いから怖いからっつって。向こうにリスポーンビーコンがある。降下する。こらえて。椅子が動く。
敵を発見。あれかな、今のレースもホーチミンじゃないか確認するために。ファーストキル。はい、でも。なんだこれは。新しいキルリーダーには気をつけて。あれ？レーザーパックさっきからなんか回収してる気がするんだけど。そんなに拾えるの今。あちらの方向に敵がいるはずだ。ここから行きましょう。キングのカウントダウンの始動。続く道、これをたどろう。残り1分を切った。リングまであと少し。こっちで拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。10秒、リングは近い。どうしたいんだろう。警告、リング閉鎖中。みんな、アルティメットが使えるよ。わーい。さよなら。お疲れ、お疲れ。ニコ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 。向こうへ行きましょう。ニコニコニ。こっちにいいものがあるかも。失礼した。了解了解って言って違うところ行くぐらいやばいやつ。みんな車に乗って。あら、敵に続く道だ。乗るぞ。勝利に向かって突き進む。やめろ、クラクションやめろ。今はそれが最善の選択だから。ゲアパンチ。発見。サイレントから緊急脱出、なんてね。ただの脱出だよ。ここよ。エリアをスキャン中。敵のシールドリロード中。リロード中だ。やめろ。動くな。動けない。敵がダウン。敵を仕留めた。最高だ。最高だ。2倍の感度高いんかな。でもスコープの感度上げたんですよ。刻が行きましょう。本当に作りすぎやろ。いいと思うけど。ドライヤーさっき目の前があったやん。いるくない？後ろ。あっちに敵だ。私に眼力を恵みたまえ。パスちゃんの足音でした。どうするの？みんなどうする？さよなら。さよなら。敵に。
こうもないやけど。リロード中だ。敵を確認した。リロード。シールドを出しないと。グレード。パークスター。あ、ちょっと消しなきゃ。動きすぎやろ、これ。そんな早く動かれたらついてくれ。頑張れ、起こしてあげて。おばあちゃん、待って、行くな。おばあちゃん、行くな。うえい、どんまい。おばあちゃん、強かった。おばあちゃんが見たい。おばあちゃん12キルしてるでやん。パフィーパピー絶対困っとるで。やばい、ついていけないっつって。これってさ、ピーマウ？コントローラーの動き？キーマーでできるんだ、なんかさ。頑張れ仲間たち。おばあちゃんも千年生きてる。おばあちゃん千年生きてるからもう大活躍中だよ。一緒に敵を殲滅しよう。楽しんで。死なないで。うちらなら栄光をつかめるわ。今回のチャンピオンを紹介します。狩りの始まりだ。アジャイセ様についてきな。戦いの場を研究。ここに着地しよう。戦闘準備を。うい、了解。ドンパチはいきなり始まるから覚悟しときな。面白い。敵のシールドを割ったぞ。リロード
動中だ。これはちゃんと修理やりそうやわ。リングはエリアをスキャン中。リングは近い。大丈夫かしら。リロード中よ。残り30秒。撃たれてるわ。敵がダウン。撃てちゃった。ダウンさせた。リロード中だ。シフトが敵を倒した。シフトが戻らない。僕に任せて。アバスさん、こんばんは。お疲れちゃん。やほやほい。みんな、リングが縮んでるよ。ふぃー、ありがとう。さあ、挨拶してきな。キーマーが難しいでござる。シールドをリチャージ中。何もできないでござる。新しいキルリーダーから目を離さないで。そっか、バースさん、はじめましてか。 PC 行ったでな。 PC やで。キーマを練習しとるで。当たらないで。操作迷子やで。いろいろ忙しいで。ヘッドシールド終わったよ。いや、おじいちゃんおったん。リロ、はい、舞台の最後の一人だったみたい。絶対パスからしたらこいつ何と思ったと思う。なんでくっつかないの。あ、カービン。なんか、裏取られ。敵を確認。はい。了解。こっち行こう。遊ぼうよ。今度遊ぼうね、また。今日はマジで軽くで終わる。パッとしないの。パッとね、まだ接続してないんですよ。やり方を調べてないのよ。なんかボタン押さないといけないのかなと思って、まだやってないんですよ。パッとも逆にしたい。両方やりたい。パッともキーマウも。でもまた遊びたい。遊ぼう、今度遊ぼう。パスさんも今度遊ぼう。振られたのだ。新しいキルリーダーが決定しました。大丈夫、振ってない。誕生日プレゼントを取りに来な。新しいキルリーダー、注意しないとね。大魚くん、この間久しぶりにエピクスして楽しかったかい？こっちにキャップ、バックパックを発見。レベル2よ。なんか飛んでくる。おっと、敵が近くに着地してきたね。戦わないと強くならないと聞いた。着地、びっくりした。見える。敵がダウン。リロード中よ。リロード中だ。敵を仕留めた。テルミットグレネードを投げる。行きます。リードを終わった。
よし、さっきの部隊は今ので最後よ。残りの部隊は半分だけ。疲れてる場合じゃない。え、普通にぶっ刺すだけだよ。この間ぶっ刺したらね、なんか反応しなかったんですよ。そう、ぶっ刺したんですよ。私もぶっ刺した。なんか言うねん。ぶっ刺したけど反応しなかったから、あれ、モアちゃんなんか操作必要なのかなと思って放置してますよ。シールドリチャージ中。調べるのめんどくせえと思って。僕知ってるんだぞ。君の今度は半年後くらいだ。大丈夫、そんなことない。ラウンド2。半年後にはならないよ。安心せ。お魚くんにはエーペックスいろいろと教えてもらうといかんからの。報告。レプリケーターを輸送中です。レプリケーターが降りてくる。エーペックスもパソコン操作もいろいろと教えてもらうといかんからの。どこでお魚くん、このキーボードたまにシフト押すと戻らないんだけど、それどうしたらいい？レイザーに行った方がいいの？それともそういうもん？私の力が強いんか。興奮しすぎ？救世主。やばい、やめろ。シールドをリチャージしてるところよ。お風呂ごとの実力はない。また種類知識あるのは間違いない。何これ、誰の声？撃たれてるわ。お前もサバッタこの野郎。痛いぞ。フェリックスキットを使う。シールドをリチャージ中。グレネードだ、気をつけて。食らっちゃった。シャキッとしすぎちゃった。バイバイバイ。それでパス。ビクビクしちゃった。ビクビク。お、キーマン出身者。私より断然うまいです。私だってウィングマン持てないもん、怖くて。当たらないんだもん。キーボードなら当たるんちゃうと思ったけど、全然ウィングマン当たらんかったで。ごめん、ぶつけた。少しだけうまいだけ。本当にうまいでな。かなわんもん、わしかなわんもん。よいしょよいしょ。問題ないわ。あら、ライフラ取られちゃった。バンカーになるかな。私は戦場で戦果を上げてきた。どうしよう、結末は定められた。運命に身を委ねよ。今回のチャンピオンを紹介します。してないで、降りるわよ。
あっちにいいものがあるのかも。待って。あ、なんで待ってにしたんだろう。使うしかないさ。ラトラ、うん、変な組み合わせだけどカジュアルだからいいか。残り1分、リングは近い。置いとかないで、仲間。リングはすぐそこ、残り45秒。新しいキルリーダーよ。背後に気をつけて。リングは遠くない。残り30秒。ラジャ。ありがとう。始まった。リングが動いてる。いた。あっちへ行こう。つく、角つけなきゃな。マウスがぶつかる。なになになに、あたし仲間だよ。なんかやった、なんかやった、あたしなんかやってた。それともどういう武器か知りたいだけかな。報告、ケアパッケージを輸送中で。シュパンがどうか大事だった。聞こえる、ケアパッケージが投下されたわ。何だった。こっちに追加のアイテムよ。スコープを発見、中距離用だ。アイアンサイトよりはいいわね。気に入って。バレルスタビライザーを発見、レベル3だ。アルティメット準備完了。ミサイルの雨を見たい人は。エリアをスキャン中。どこ行きたいんだろう。バンが室内はただのスモーカーでしかないけどいいかな。攻撃を受けてる。スモーク注意。こっちでした。操作開始。ガンガン撃つわよ。向こうへ行った方がいい。シールドを使って。やったれやったれ。
なんだろう、ハンマーチャレンジしてんのかな。ダブハンチャレンジ、さっきからちょいちょいおるんよね。疲れた。今日も一日疲れました。誰解放しようかな、一番上。もうかっこいい。フランケンや。かからない方がいいわね。私は大砲。どんなやつでもかかってこい。キャラがコロコロ変わるからもうわからん。望みの場所へ導いてあげる。今回のチャンピオンです。またホーチミンかな。行くぞ。準備はいいな。おー、レースのホーチミン。まあ、動いた、大丈夫。ファーストキル。使えない神経が消えたのね。リングまで距離がある。急いで。気をつけて。敵が近くに着地した。ホーチミン。射撃か。敵のシールド終わったわ。敵が俺の近くに着陸したぜ。標的がダウン。リロード中。新しいキルリーダーの誕生だ。敵を仕留めた。リロード。みんなセーフティーを外して。敵を。指一本も触れさせないぜ。ドーム出した。
殲滅して勝利をつかむ。硝煙の匂い、勝利の香りね。今回のチャンピオンです。私がジャンプマスター。高高度効果を何度もやってるわ。みんなちゃんと注意環境をマーク中。ダウンドダウン、リングのカウントダウンが始動。全員がリング内にいる。これも進行の力。拡張エネルギーマガジンを見つけた。レベル3だ。材料を拾ったよ。ありがとう。ありがとう。助かる。いいってことよ。後で請求するから。何もとうか。最初チャンピオンマジで出なかったの思い出す。マジでね、なんか取れたのがね、奇跡だよ。でもなんで取れたんやろ、勝てな。それみんなね、初心者やからね。材料よ、敵も見て。敵も自分も。ありがとう。ありがとう。やったー。進化シールドを見つけたわ。レベル、どういたしまして。いただき。部隊、一部隊もまだ減ってないんだけど、びっくり。ありがとさん。どういたしまして。
どういたしまして。典型が降りた。全員リングの中だ。いらんで。エリアをスキャン中。どういたしまして。超焦り遅い。お、いるくない。このエリア標的発見。近くにいる。ケアパッケージが来る。エリアをスキャン中。気のせい。足音はブラハタンですか。ブラハタンっぽかったわ。えっか、すまん、気のせいだ。スコープを発見。近距離用だ。アイアンサイトよりはいいわね。敵がまだワンパしか減ってないんだけど、スーパー減ったか。どうすんやろ。主神が眼力を与えたもん。ウルト使いたい。私はウルト使えれば大体ワンマッチ満足や。報告、チャンピオンが撃破されました。チャンピオンがやられた。もうちょっと一緒に遊びたかったな。報告、新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーよ。背後に気をつけて。プレッシャーやな。やったでもいいの落としてくれなかったね。今度調整しなきゃな。救急がないですか。リングの中にいる。心配事が一つ減ったわね。報告、レプリケーターを輸送中です。恵みは我らにあり、レプリケーターが降りてくる。
愛いな。みんな可愛いよね、動きが。なんだろうな、分かってるはずなのに自分まで初心者になってしまう。さあ、選手がコーラーに勝ちました。この区域を守って、こっちにデスボックスだ。やった。ノックダウンシールドを発見。レベル2だ。あっちに敵だ。ノックダウンシールドを見つけたよ。レベル3だ。やめろ、シャーライズるいぞ。シールドをリチャージ中。ダウンしたが。何があったの？何があったの？一瞬で倒してやる。になった。初心者いなくなった。私の周り少なくなっちゃった。初心者おる？もうおらんの？初心者射撃装填、その繰り返し。簡単でしょ。空気道も新しき道も、私は双方を用いて我らを導く。お、名誉強そうじゃん。派手にやるわよ。中級。今回のチャンピオンです。ツキーニキより可愛いわ。私がジャンプマスター。高高度効果は何度もやってるわ。みんないい？派手。あそこに移動しましょう。いなさそう。来た。アンパ来た。ガチャウンラッシュ。少し食らったわ。リロード中。これ何じゃん。いっぱいいたシールド終わった。放出。敵がダウン。リロード中。敵のシールド終わったぞ。リロード中だ。これで部隊は全滅。情けは無用よ。ファーストキルだ。なんかパンチしてる。パンチしてる。ライフライ。頑張れ。シールドをリチャージ中。パンチする音は聞こえるのよ。まあ、怖いんだけど。
後は救急使う。あと1分リングは近い。これやったら終わるべ。今日は周囲環境をマーク中。こっち進化シールドを見つけたわ。レベル2だ。待って、シールドをリチャージする。残り45秒。リングは遠くない。どっかないかな。残り30秒。リングは近い。材料を手に入れた。いらぬ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 。ショットガンボルトを発見。レベル4だ。ボルトは連射速度を上げてくれる。残り10秒。リングまであと少し。マジでこのゲームわかんない人ってさ、本当にさ、キーボードもゲームを始めての人とかもキーボードどのボタンだって感じで探ったりしてる人もいるんやろうね。ワンチャン。リングがこっちに追加のアイテム発見。武装して。はいはいはい。やったらいいんですか。メリキが欲しいんだけどな。スコープを発見。中距離用だ。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ効果、神の恵みだ。私さっき注射器もっと拾わんかったっけ。しかし止まる。応急処置を行うが。アルティメット準備完了よ。私、管理費を恵みたまえ。こっちにアイテムマービー。どうするブラーちゃん。おばちゃん目がシカシカしとるで。まだパンチしとる。エリアを引き合い中。ここにちょっとホラーなのよ。あ、ごしゃ。なんかね、感覚的にクリックで拾えるイメージが拭えない。動いとる。私以上の初心者か、ホーチミンか分からんけど動いとる。エリアをスキャン中。これボット？なんかボットってもうちょい優秀じゃなかったっけ？材料を手に入れた。シフトが戻る。周囲環境をマーク中。名誉ごめん、お待たせ。残り部隊は半分。どれくらい？
敵を発見。近い。このエリアを偵察しましょう。ポルテ攻撃を受けてる。見つかった。脱出する。スモークを使う。待って、シールドをリチャージする。上空にレプリケーター、周囲環境をマーク中。何も見えん。自分のスモークだけど何も見えん。報告、新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダー、標的発見。攻撃見えるんか、お前らは。してあげる。少しシールドをリチャージする。すげえ調子だったで。あと1分、リングは近い。核キルしようとしてたでや。進化シールドよ、レベル3だ。こちらにレーザーサイトを発見、レベル3だ。私何秒で持ってる。リングは遠くない。いらん。少し止まる。応急処置を行うわ。傷を手当てしている。シールドをリチャージ中。残り30秒、リングは近い。もう一瞬戦ってくれた。アブラハ、シールドバッテリーを発見。何持っていいかわからん。もうすぐだ、リングに近い。リング近くてマジでよかった。始まった。リングが動いてる。本当にエリアをスキャン中。武器持っとらんだな。ケアパッケージ輸送中。おケアパッケージ効果、神の恵みだ。フラットラインなんか振るおもちゃって感じだな。上空に注意、レプリケーターが来るわ。すごく苦戦してます。なんか初心者いなくなったんだけど。こっちに追加のアイテム発見、武装して。敵に続く道、これをたどろう。うまいの全部もらっちゃった。
シマンブラ。周囲環境をマーク中。キーマン慣れました。全然慣れません。マジで未だにね、ちょいちょいキーマン手元見とる。ヘッドクイッタボタンってなって、感度もずっとわからん。迷子。待って、あの位置を監視する。敵を確認。リングは近い。時にも恵まれている。敵と交戦中。大丈夫。標的発見。近づく。やめろ。二度撃たれてる。やめろ。ダウンした。救助お願い。指つりそうになる。わかる。めっちゃなんか腕の部分がピクピクしてる。ああ同じダメージやんって思って違った。うわあれね、もう初心者いなくなってるんですよ、ほとんどサブアカだらけ。いや強くなるんだ。マウス感度も鳴らしていかなきゃ。申し訳ない、来たばっかりですけど今日は終わりにします。お疲れモードや。私はマジでさ、次の日腕ピクピクしとるよ。だいたいキーマを練習した次の日。仕事に影響できん、影響ないからいいけど。お疲れ様です。じゃあまた今度。まあ、明日も多分練習すると思います。頑張ります。お疲れ様です。バイビー。